1 2 2京王電気軌道110系電車は、現在の京王電鉄京王線に相当する路線を運営していた、京王電気軌道が1928年に投入した電車である。1928年に、天宮製作所で111から122の12両が製造された。京王電気では、初の反抗性車体となったが、 多摩南電気鉄道から継承した木造車体の1型に準じた明かり取り窓と水雷系通風機を交互に配した二重屋根片側に扉である側面の窓配置は 1D122221D1 で側窓は一段加工式である台車は111が天宮製作所製の板台枠リベット組み立てによる釣り合い常識台車 A-1 を装着するが 112以降の車両は1型が装着していた JG ブリル製ブリル 77E1 を 1372mm 機関に対応する改造を施行した上で装着している。終電装置は東洋電気製造製 TDKD 空気圧上昇式量計パンタグラフを1機搭載する。落成時点では117から122の6両は簡易手荷物室が設置され、 座席が折りたため式となっていた。1940年に側面中扉が増設され3扉となり、窓配置は 1D121D21D1 となった。1943年に一部の車両が片運転台化された。1944年に京王電気機道が東京急行電鉄に合併される際、レハ2110型となった。 2117から2119.2121 21は1945年5月25日の空襲で、2122が1946年1月16日に桜浄水工場の火災で被災した。2118.219 21は1946年に21 21 21、2117.21212122は1947年に復旧工事が施行された。 内容は小室交代を利用しつつ後半張り一重、屋根、二段窓でパンタ側の客用扉を車体中心に、寄せ左側半室式の運転室と乗務員扉、新設等であり、屋根を二重屋根の高い側に合わせたため、極端な厚みを持つ屋根であり、なおかつ施工実期や外注業者により屋根曲線が異なっていた。1950年から1951年にかけて、 ブレーキシステムを SME 直通ブレーキからアム自動空気ブレーキへ変更、制御連動式、ドアエンジンを設置するなどの3両、編成対応工事が施行された。2119は復旧工事施行後に脱線することが多く、調査したところ車体のメインフレームがねじれていることが判明したため1953年に廃車され、翌1954年に、 日本鉄道自動車で改修、両運転台構造に、復旧の上省内交通に譲渡され、同社湯の浜線も花名となり、1975年の同線配線まで使用された。2112から2118.2120から2122は1955年に、2111は1957年に、それぞれ付随者化され、左派2千百0型となり、 さらに1961年に2111から2115が2000系、2010系の付随者、スモールマルティに改造され、左ハ2531.25052532.25062507となる。翌1962年に2117.21182121.2122。21 21. 21 の車体更新名義で2700系のサハ2754.2755、2010系の付随車、ラージマルティサハ2575.2576が、大体申請されている。2116.2120は、広幅間通路が設置され、デハ2400系及びデハ2125型と、共に3両固定編成となり、1963年の、 京王線河川電圧1500ボルト小圧まで使用し、廃車されている。サハ2507は、廃車後に、妻面の広幅貫通路を埋めて、非貫通3枚窓全面に復元、車両番号を2115とし、同時期に廃車となった貨車より流用した全小灯、微灯を設置の状況を有縁に、生体保存されていた。しかし、省内交通模7を含め、 本形式の車両は全て解体されており、現存しない。ありがとうございます。